撤回し。もういい、あっちに行っちゃった。患者さん、大丈夫、こっちしか使わないから。さあ、まずはね、夏というか梅雨から夏にかけてのね、思い出やってみました。さあ、それではね、そろそろ本来の衣装に戻りたいと思います。Run!
シーに器官というものがあり、サメはその器官を使って動物が動くときに出てくるとっても弱い電気を感じ取って獲物を捕まえる。さあ、ちなみにね、ゴウジロザメは海で1位2位を争う最強の魚です。まあ、海でね、一番強いのはおそらくシャチなんだな。シャチの方がでっかいし、頭いいからね。さあ、じゃあちなみにみんなはね、ジョーズという映画を知ってるかい？とっても大きなサメが人間を襲いまくる、とっても怖い、怖い映画です。もともとね、ジョーズというのはサメのことを指す言葉ではありません。ジョーズを日本語にすると、アゴ、サメはものすごい顎を持っているから、あの映画はジョーズというタイトルになりました。さあ、それでは捕食タイムです。おお、泣きそうだ泣きそうだ。おお、大丈夫だぞ大丈夫だぞ、怖くないぞ。変な人だけど、いい変な人だからね。悪い変な人じゃないぞ。今日から君も肉食系だ。ありがとうございます。